今日の地球便はブランドを立ち上げデザイナーとして奮闘する娘。お楽しみに。今回のグッド地球便は名古屋とロサンゼルスを結んでみたいと思います。行きましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はアメリカ西海岸最大の都市ロサンゼルス。世界各国の文化が混ざり合い、新しい流行が日々生まれている多国籍都市ロサンゼルス。ここに自らブランドを立ち上げ、ファッションデザイナーとして活躍する日本人がいます。あのレディーガガの衣装も手掛けた新進気鋭のデザイナーであり、ブランドの全てを取り仕切る経営者でもあります。ゆっくりこういうデザインをしてたいっていうふうに思うんですけども、でもデザインしてても結局お金にはならないじゃないですか。できるだけ売れるためのこと、もうそれしか考えてないです。彼女のブランドはわずか1年半で全米100店舗で販売されるまでに成長しました。親の中国をあまり聞かないで、もう突っ走っていっちゃうようなところがある。まあ前もね、ちょっと騙されてね、ちょっといろいろトラブったこともねあったみたいですのでね。私が詐欺師だっていう形で訴えられたんですよ。一度は全てを失いながら、その悔しさをバネにゼロから這い上がろうとする娘に、母が届ける思いとは。こちらどうもお世話になります。グッドチキビの山口と申します。どうもありがとうございます。お世話になります。お願いいたします。今日はお世話になります。お願いします。娘さんのあゆみさんがロサンゼルスでファッションデザイナー兼ブランドのオーナーをなさってるっていうことですけども、行かれたのはどれぐらいなんですか？10年ぐらい前ですね。もう10年になるんですか。もともとデザイナーになるっていうのはご自身の夢だったんですかね？昔から物を作るのが好きでしたから、自分でお洋服ちょこっと作ったりはしてました、やってらっしゃったんですか？はい、そういうモード学院を卒業して、はい、モードの世界でやってたんですけど、はい、でももう海外行きたいっていう、まあ、この人生だからっていうことで送り出したと、うん、今10年経ちましたが、心配な点、気になる点っていうのは、まあやっぱりデザインしてね、その経営も自分でしてますのでね、はい、まあちょっと前に前のブランドですね、立ち上げた時にちょっと向こうで騙されたようなことがね、あったもんですから、まあそういう点でやっぱりちょっとね心配なところがありますですね。なるほど、そういうことあったんですか。わかりました。それでは見てみましょうかね。はい、はい、お待たせしました。あゆみさん、ロサンゼルスです。ロサンゼルスでファッションデザイナーとして奮闘するあゆみさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ9200キロ、10時間。最先端を行く LA ファッションの中でも今注目を集めているスポットがアボットキニー通り。800メートルに及ぶ通りの両サイドには個性的なセレクトショップやカフェが立ち並び、流行に敏感なセレブの心を捉えています。そんなロス市内で事務所を構えるあゆみさんを訪ねました。すごいところにあるな、事務所。失礼します。あゆみさん、どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。グッドチキビンと申します。こんにちは。やってまいりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけど、はい、ここオフィスですか？そうです、ね、クレイジーなんですけど、すごい雰囲気ですね。はい、どういうこと？映画とか、あとテレビとか、いろんなミュージックイベントとかのそういうプロダクションの会社なので、今ちょうど夏の、ミュージックイベント、それの舞台設定とかそういうのを全部ここでやってます。ここの中に私の事務所を借りてます。あゆみさんは2人のスタッフを抱える経営者兼デザイナー。自ら立ち上げたブランドエイスを切り盛りしながら、
たった一人で全てのデザインを担当。わずか1年半で全米100の小売店で販売されるまでになったのです。すごいな。ゆっくりとリゾートでも着れたり、あとは外にそんなに格好をつけずに着られるようなリラックスした服ですね。はい、まあ、ネイティブアメリカンにインスパイアされたそういうイメージとか、モロッコでのそういうインスピレーション、それを自分のテイストにこうちょっとずつ入れたコレクションです。現在は来年の春夏シーズンに発売する新作のデザインに追われています。あゆみさんは服のデザインはもちろん、生地の絵柄そのものから手書きでデザインしています。この1枚を描き上げるだけでおよそ1ヶ月かかるんだとか。すごいね。すごいな。それはこれは縫製工場へ完成品のイメージを伝えるための資料。デザインに関わることは全てあゆみさん一人で行います。楽しいな、こうなっていくんや。ブランドに関してはもうあゆみさんが全てやる。ここら辺は全部やります。例えば1センチに対してステッチ何針縫うか、そういう生産管理がやるところまでは全部やります。はあ。実はあゆみさん、その才能が認められ、世界的なアーティストレディーガガの衣装を制作、一躍有名になりました。すごい。今では様々なアーティストから衣装デザインの依頼があるそうです。レディーガガさんとの、コラボレーションのそういう洋服を作った後っていうのは、いろんなショールームに行っても自分のブランドをピックアップしてくれたりとか、結構いいチャンスがやっぱり広がったんですよね。この日あゆみさんは6時間かけて砂漠を移動し、エンターテインメントの聖地ラスベガスへやってきました。実はここで3日間にわたりマジックと呼ばれる全米最大のファッション展示会が開催されているのです。世界中のファッション関係者が一堂に会し、今年の秋冬物を売り込みたいブランドと新作を仕入れたいバイヤーの間で商談が行われます。大手ブランドは100万円とも言われる出店料を支払いブースを出すのですが、今回あゆみさんは新進気鋭のデザイナーのために設けられた無料の特別ブースを使用できることになったのです。新進デザイナーを何百人中の6人だけ毎シーズン選んでるんですけどもそのうちの一応1人に選ばれました。今回そのブランドとして認知されたっていうことが自分にとっては一番の誇りかなって思ってます。あゆみさんのブランドは今回が初めての参加。この展示会で注目されればビジネスチャンスが一気に世界へと広がります。自らデザインした新作を身にまといバイヤーとの商談へ挑みます。How old are your customer? My customer is a little older, so she's over like 28 up. 28. Okay. So what about the half and half? And half and half, like a tryout. Oh, like a half and half. Yeah. Yeah. Sure. Whenever I see something that has good texture, good price point, and fresh and edgy, then I love it. あの、決定者ということで。Yes. そうです。決定です。今とりあえず今すぐに買えるものをまず今オーダーしてて、これが終わったらスプリングコレクションのオーダーっていう感じで別の PO をいただきます。めっちゃ購買意欲旺盛な感じがさっきからずっと。なのでこの時にプッシュって感じですね。I do. Yes. 全ての出会いを次へつなげようとあゆみさんが心がけていることがあります。名刺をもらったら忘れないように人物の特徴を書き込みます。 That is from North Carolina. North Carolina. Oh, that's the lady. First lady. She's blonde. No? And she has a very, you know, baby skin. Oh, yeah, yeah, right? Yeah. And, okay. Her. So we'll put baby skin.こんな感じで、はい、いつで例えば彼らはロサンゼルスでアポイントを取りますとか、そういうことを
この人たちが何かしらの興味があるからこそこう入ってくるじゃないですか。でその人たちに、まあ、あのサンキュー DM じゃないんですけども、全てメールであの一人一人にメールを全部して帰ったらすぐに大体何か着替えようかな。あゆみさんとスタッフが新しい服に着替えるようです。年賀状丸投げって言うけど宛名まで書いてくれて初めて丸投げって言うのよ。今なら宛名も丸投げできます。オプションですけど。私やることないわね。一言添えれば。あ、年賀状印刷は郵便局に丸投げ。バレンシアオレンジの果肉、ネーブルの皮、それぞれの個性とバランス。アオハタ丸ごと果実オレンジ新発売。絵本に出てきた王子様もキリギリスもお化けも魔女も狼もみんな優しい声でした。声を通して本の楽しさが心に染み込んでいく子どもの読書推進会議。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。あゆみさんとスタッフが新しい服に着替えるようです。スタッフに着させてそれであの都度1時間おきにチェンジさせる。その洋服をチェンジしてであのお客様がこうリピートされるあのお客様が多いのであ何だろうってまた思うじゃないですか。そういうので1日のうちもう 4,5 回とかやります。できるだけ売れるためのこともうそれしか考えてないです、うんうん、わずかなビジネスチャンスも逃さないよう片時もブースを離れないあゆみさん。ランチも合間を縫って手早く済ませます。普段ハンバーガーもあんまり取れない。基本的には野菜もう 80% は野菜メイン。食事中とはいえささん、はい、顔見知りの関係者がいればすぐさま駆け寄って売り込みます。She's really talented. She does a lot of things. She takes on a lot of projects. She has a lot of ideas. And she doesn't have enough time to get to them all. 午後になると来場者が増え、ますます会場がにぎわいを見せてきました。いつの間にかあゆみさんのブースにも人だかりが。初参加の今回、予想以上の発注がありました。お父さんじゃないですか、税理士さん。そうです、はい、もちろん日本とアメリカって全然こう何が必要なのかとかインダストリーによって全然違うんですけど、まあ、どのぐらい その範囲で必要経費を持ってそれでその必要経費に対して売り上げをあの取らなければいけないかですね。いろいろあの相談したりあの、まあ、アドバイスをもらったりはしました。画家であるお母さんの影響で同じ道を進もうと夢見ていたあゆみさん。しかし初めはその美術の方に走ろうかなっていうことはすごく思ったんですけど、うちの母から絶対それをやめてって言ってもう やらない方がいいって言って、その大変さを知ってるからじゃないですやっぱり、うん、書けない苦しみですかね。そこで好きだったファッションの世界へ進もうと東京のデザイン会社に就職。しかしその会社では仕事に忙殺される日々が続きました。あ、何をやってんだろう私はって自分の時間が全く取れてなくて何のための人生なのかなってふっと自分のその個人的な人生っていうことを考え始めたんですよね。アメリカ人男性との結婚を機に31歳で渡米。その後離婚したものの、あゆみさんはロスに残り自らのブランドを立ち上げたのです。あゆみさんはこの日ロスにある縫製工場へ。ここはあの私の、カットソーをあの作ってもらってるところです。
エイスの製品はインドやペルーでも作られていますが、特にロスの工場へは頻繁に訪れるそうです。新しいサンプルをここで作って、これから、今ちょうどあの展示会でセールスをして、彼女のところで生産をするっていう。 And a lot of people they don't do clean finish. So we're doing like a really clean. You cannot see any like a join on it. So it's, we call like a really really better, you know, quality work for her, you know, because she's looking for a better quality work on it. これがリバーシブルの商品なので、はい、なので裏でも着れるし表でも着れるしっていう感じでやってるので、お客さんが着た時にそのステッチが当たってかゆくならないかとかを考えてます。とにかく売り上げを増やして、何としてもブランドを大きくしたい。あゆみさんがそんな熱い思いを抱くのには理由がありました。プライドですよ。プライドで自分は成功したい、とにかく成功するんだ、でここのこのゴールに絶対掴んでやる。実はエイスの前に別のブランドを立ち上げていた彼女、事業拡大のためアメリカ人と共同経営を始めたのですが、その人物がデザインの無断使用をしていたことが判明したのです。まあ、ある日突然彼らのやってる違法的なことを見つけて、でそれを知った時にもう自分はもうこの契約を破棄したいと。しかし逆にその人物から契約違反だと訴えられ裁判に。結局ブランドを乗っ取られ全てを失ってしまったのです。このブランドのためになんとか戦おうってちょっと思ってたんですよね。でもふっとした時に、まあ、ブランドを一からもう捨ててあげちゃって、それで欲しいものも全部あげるよっていう感じにして、それで自分一人でもう一回やり直せばいいかなってふっと思って立ち直りましたもん。 100% 怖いものないです今。あゆみさんの自宅があるのはロスの中でもクリエイターが多く住むエリア。 2LDK のアパートを友人と2人でシェアしています。 Hello. Hi. この日は雑誌の撮影、ファッション誌にあゆみさんのブランドが取り上げられるのです。寝室はモデルの試着室へと早変わり。 DHC 濃密うるみ肌から染み込むオールインワン、34種の天然由来成分がキュー潤い満タン。実感を追求した DHC の答え大好評。ゾゾタウンが新しくなる。いらっしゃいませの、その奥で生地から一つ一つちゃんと手作り、ミスドのポンデリングね、美味しいでしょ。今だけ100円、ミスタードーナツ。セブン&アイホールディングス、ゴーゴージャイアンツ、イトーヨーカドー特別ハッピーデー。食料品、日用品はカード会員様 5% オフ、衣料品、住まいの品どなた様でも 10% オフ、カード会員様はさらに 5% オフ。イトーヨーカドー特別ハッピーデー開催。DHC のサプリはあなたと生きていくサプリです。ずっと続けてほしいから、どこよりも適正な成分量を、どこよりも効率よく、どこよりもお求めやすくお届けしたい。価格が高いと品質も高い？それはただのイメージかもしれません。日本のサプリを健康にする DHC です。この日は雑誌の撮影、ファッション誌にあゆみさんのブランドが取り上げられるのです。寝室はモデルの試着室へと早変わり。今回の撮影は自宅の近くで行われます。どんなシチュエーションでどんな写真を撮るのか、すべてあゆみさんが自分で決めます。Lookbook is more like posing and right, but it's like a more lifestyle, right?
This way is much cuter. Oh, a cafe is cuter, maybe. Sure. So can I have this cake and see? この日の撮影は商品の宣伝ではなく、あくまでエイスのブランドイメージを伝えるためのもの。あゆみさんはその場のひらめきで次々と撮影場所を決めていきます。このコンセプトっていうのがあくまでもライフスタイルっていうことで、クリエイティブな女性が例えばフレッシュジュースを飲んだりとか、あとはまあブックストアでこう本読んだりとか、そういう感じの日々の生活、例えば休日の生活、そういうのをたどったストーリー性のある撮影をしてます。ロスに来て11年、忙しいながらも充実した日々を送っているあゆみさん、将来の夢を聞いてみました。そうですね、次の時は子供服をいつかやりたいなって。子供服ないし、もしくはなんだろう、セラミック、要するにお皿とかそういう陶芸家、私はすごい陶芸家に興味があって昔小さい頃やりました、うん、うち の両親が連れて行ってくれて、でどこか忘れちゃったんですけど、でも作ったことあります。なんかそういうことをいつかやりたいなって。そうですか。今現在、ね、相当構ってらっしゃる姿でしたけど、初めて見ました、こういう、いかがでした VTR ご覧になって。お母さん一時ね、乗っ取られたっていうか、そういう時結構巻いてたみたいなんだけど、はい、今見て、もう 100% 立ち直ったって言ってたもんですから、びっくりするぐらいたくましいです。そうですね、はい、まあ、今のあれ見るとやっぱりそのデザインももちろんしたいですけども、やはりそういうブランドをですね売っていくというね、はい、そういうまあその意思がね、なんか感じられるかなと思ってね、今度は成功するかなというふうにね。全部なくなったことをバネにして、うん、よしやったのっていう、かっこいいなと思いましたけど、小さい時からすごい意思が強かったんですよ。そうですか。私たちがダメって言ってもやりたいと思ったら、はい、家でしてでもやっちゃうっていう感じ。もう自分の中でも決めたら突っ走る。いや、気のせいとか見てます。いや、そうですね、これお父さんに聞くべきですね。今後の話もなさってましたけど、実は陶芸が私好きでっていう。あ、そういうの昔から好きだったんです、あの子ね、はい、それで、そういうのを仕事でセレクトしたり、するんじゃないかなって今思って聞いてたんですけど、なるほどね、わかりました。さあ、この後もお届け物をさせていただいているところを引き続きご覧いただきたいと思いますので、はい、はい、あゆみさん、ロサンゼルス行ってみましょう。ロスで人気の海岸、ベニスビーチ。ここにあゆみさんのブランドを扱うセレクトショップがあります。ハロー。Hi. Good to meet you. Good to meet you. I'm Ayumi. Hi, Yumi. Pleasure. この日あゆみさんはスタッフとともに商品の搬入にやってきました。こうして商品を届けに来た時、あゆみさんが心がけていることがあります。どうやら帽子を一つ購入したようですが、ここで例えばお買い物をして、それしたら逆にもっといろいろね、私も買ってて、大体行ったところでは1個何かしら買って、そしたらもっとこう近くなるじゃないですか。一度は全てを失いながらゼロから這い上がり、成功をその手に掴もうと奮闘しているあゆみさん、日本の両親から届け物です。お父さん、お母さんから買ってきました、はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます、はい、あ、食器ですね。この後10時55分からは旅プラ。
印刷ならラクスル。ラクスルさんに変えた一番の理由はあのコストが安く上がる。紙がすごく良かったですね。1枚 1.1 円からのネット印刷、ラクスルで検索。浸透力にブースターという新提案。ナノキューブが肌に通り道を作り、7つのエイジングケア成分が奥深くに浸透。美しさは浸透力。DHC リバイタライジングブースターセラム。あなたは狙われている。ストレス。日本初ストレスと戦うストレス対策スーツ。スーツの常識が変わる。ハリヤマから。マイナンバーの通知っていつ届くんだっけ？それは10月からだ。あかん、もう10月やん。マイナンバーは自分だけの番号、大切にしないと。あかん、届いたらしっかり保管。うまい。一人に一つマイナンバー、いよいよお届け。ついに梅雨の密封ボトル出たんです。削りたての出汁の香りを閉じ込めました。梅雨が香るとこんなに違う。使うたび香り新鮮、キッコーマン出汁香る贅沢梅雨。それは見たこともないコンバース。うわすごい。コンバースセータースタイル ABC マート。はい、買ってきました。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます、はい、あ、食器ですね。あ、かわいい。お母さんが作ったやつですね。多分お母さんが作ったんじゃないかな。ですよね。なんかそんな感じがします。知ってますね、私の好きなのは。あ、出てますね。なんかここら辺の、点々、このドットの部分っていうのがすごくうちの母らしい感じですね。よかった。届物は茶碗とお皿。芸術家のお母さんが自ら焼いたものです。添えられていた手紙にはこの器に込めた思いが綴られていました。あなたが小学1年生の頃に家族で瀬戸の窯元へ陶芸に行きましたね。私は昨年末よりあの頃が懐かしく、近くの陶芸教室に通い器をいろいろと作りました。お互いより納得できる作品を作りたいと思う気持ちを大切にして精進していきましょう。ありがとうございます、はい、あ、嬉しいですね。見守っててくれて、はい。でも実は私昔その時に多分小学校だと思うんですよね。その時の実はものを持ってるんですよ。今でもここに持ってきてるんですよ実は。偶然にも家族で陶芸に行った時に作ったものが。ほら、その時のやつですか？その時のやつですよ、これ。ちゃんと名前も書いてあって、これ箸置きを作ったんですよ。こんな感じの。なんで持ってきてるのか分かんないんですけど、持ってるんですよ。今でも持ってるんですよ。小学校、多分小学校の時の。なんで持ってきたんですか？分からないんですけど、ずっと持ってたんですよね。すごい偶然ですね。ね、これで何かをこう、なんだろうなんだろう、アパタイズをこうちょっと並べてみたりとか。使われます？使いますよ、私全然使います。はい、私の一つのコレクションにします。お母さんが恥ずかしいな。作られたんですか？今その頃小学校の時に言ってたその楽しかった思い出っていうのも、もちろんお父さんお母さんの中にも曲にあって。そうですね、で私も好きなんですよ、器は。もともと好きで、あやみさんが持ってらっしゃった箸置き、はい、あれは向こうに持って行ってるっていうのはご存知でした？知らなかったです、うん、すごいやっぱりあやみさんの中でも楽しかったんでしょうね。そうですね、今後またそういうね動きもしていきたいとおっしゃってましたけど、まあアメリカンドリームだってって自分でいつも言うもんで、はい、もう成功しないと帰らないって言ってるもんですから、うん、まあね、ちょっとでも早く実現させてあげたいなっていう思いますね。次回のお届け先はオランダ。
ここにプロサッカーチームのメディカルトレーナーになった日本人がいます。サッカー選手の夢に敗れ、新たに見つけたトレーナーの道。無謀な挑戦と言われながら、片道切符だけを握りしめて海を渡った息子に両親が届ける思いとは。